はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいませ。浅田幸之です。それでは、スターフィールドをやっていきますよ。スターフィー、出そうな帽子。いつまで経っても夢に手が届かないぞ。傘みてえな帽子だ。で、なんかね、両親に会えるみたいで、両親に会いに行こう。まあ、バグとかあったら多分修正するとは思うんだけど、ほとんどモッド任せなところがあるらしくて、それだと Xbox でやってる人はモッド使えないからな。モッドは自由でやってくださいって、なんか公式的にも OK なのかな。モッドがかなり充実しているらしいです。ここに両親がいるみたいです。え？親父？なんだ？おお、これは。これは。おい、お客さんだぞ。お客さんってよ。コーヒーを入れるよ。あ、神様。心臓が止まるかと思った。お前に会えるのはもちろん嬉しいよ。まあまあ、でも、アルゴスエクストラクターズで仕事をしてるんじゃなかったのか。うまくやってるか？まあ、うまくどころじゃない。悪いニュースじゃない。大出世した。大出世。初日でクビになりました。うまくどころじゃ、今はコンストレーションにいる。ほう、それはそれは。それはそれは。コンステレーションだと？コンストレーション。これはドッキリか何かか？冗談だろ。うちの子がコンステレーションの一員だなんて、特別な子だって分かってたわ。いつも言ってたでしょ。あなたは大きなことを成し遂げるって、偉大なことを。コンステレーションがどうなるか見てみよう。音声で知ってるの？その話初耳なんだが。ニュースでやってたことくらいは知ってるわ。探検家でしょ。何年も前、コンステレーションが注目されていた時期があったのよ。アンチャーテッド。噂で持ちきりだったわ。中アンチャーテッド。その頃から随分経つわね。まだ健在なようで嬉しいわ。まだ健在じゃない。母親なら誰でも自分の子は特別だと言う。まあそうだ。やめてくれ。自信機。どうなるか見てみよう。人生では栄光を手に入れたらお祝いするのが大事なの。次にいつ手に入るかわからないでしょ。それにしても何にも知らせてくれなかったじゃない。知っていたらあなたの好物を作っておいたのに。それから部屋が汚いわよ。まあ出て行った時のままなんだけど。おい、いいだろう。この子の話を聞こう。ゆっくりするといい。お前ならいつでも歓迎だ。ああ。さらにね。さら入っていいよ、ほら。片っ端から売りさばこうか。で、ここにコーヒー用のマグカップあった。トイレットペーパーの芯でかくね。どんだけでっけえんだ。いい家だな。これが俺の部屋か。汚ねえな。汚い。ティッシュはどこだ。どこにあるかわからないの。そこにあったはずだ。パントリーの棚の一番上に。ああ。でも今はない。ずっと前に一番下の棚に動かしたわ。あちこち動かされたら物の場所を覚えておけないだろう。もっと気をつけたらいいでしょ。アイスクールバッグ。あ、容量追加だって。いらねえもん全部売り飛ばすか。
鏡曇って何も見えない。そんなに散らかってなくない？ねえ。これなんだ？嫌なもん片っ端から売りさばく。最低だ。サンドラから連絡があったわ、また。相談に乗ってほしいって言うんでしょ？彼らはノーと言われることに慣れていないんだ。後悔してる？いや、全く。毎晩自分は正しかったと思いながら眠りについてる。彼らの元で働くと、鏡の中の自分を見るのが辛くなる。お前は正しかったと思うか？引き受ければ契約金も入ったのに。その分、余計にあなたを愛してるわ。必要なものは持って行って。ありがとう。あなたがここにいるのがまだ信じられない。母の日でもないのに。そういえば聞きたかったんだけど、誰か大事な人はいるの？コンステレーションに入ったんだもの。モテるでしょう。なんだモテるって。いい人を見つけたかもしれん。何も報告することはねえよ。ちなみに、パパはおじいちゃんになるのが待ちきれないみたいよ。だからパパは私をあんまり待たせないでね。前を通るな。わかってるわかってる。この話はこれでおしまい。なるほど。噂は本当だったのね。母親は子供の恋愛に首を突っ込みたくて仕方がなくなるものみたい。あなたはこの家ではそんなに長く暮らしてないけど、ここを第二の家だと思ってほしいの。あなたのベッドはいつだってあなたのだし、あれこれ尋ねたりもしない。いえ、まあ尋ねるけど。でもここにいていいのよ。帰ってきた理由が何であってもね。そんなのいいのよ。好きなだけ言いなさい。他に話したいことはある？バッタブックが譲いた頃に引っ越すつもりは？全くその通りね。二人の年金を合わせても払いきれない。でもあなたの仕送りがあれば、まあなんとかなるわ。いろいろなところで暮らしてきたけど、ニューアトランティスは文化と活気に満ち溢れてる。最近はどうよ。二人とももう定年だし、いつもパパのお尻を叩いてるのよ。ダンスレッスンにバカ。新しいことを学んだり、私は初期の入植地アートにとても興味があるの。でもあの人は椅子に座って何時間も本を読んでるだけで満足みたい。どんなつまらないことでも歴史を調べたいのよ。その時間が持てるって素敵よね。あなたの同級生がガルバンクの副頭取になったって。え、嘘。その子のお父さんが自慢タラタラだったわ。あの人にコンステレーションのことを言うのが待ちきれない。いつ来てくれてもいいのよ。本当にそんなことで何日も無駄にしたのか。うちの中でゴロゴロしてたじゃない。求めているのは解決策。運動した方がいいわ。それとも同情か。でその結果は。ウォーカー仲間のフレッドに。後で散歩に行くわよ。手助けを申し出る、もしくは耳を傾ける、どちらが必要かさえ分かれば、夫婦喧嘩の9割は消えるそうだ。なら、そのレジーナは化け物だ。何か法律が必要だ。なんもねえな。あらへん金がたんまり入るぜ。親父は。ちなみに母さんが寂しがってたぞ。本当にな。まだ信じられないな。コンステレーションか。
耳にする噂は何とも魅惑的で、ロマンとさえ言える。実際どうだ？気に入ってるか？誰も楽しんでいる。冷静だな。お前らしいよ、本当に。こっちも報告があるぞ。俺は正式に定年退職した。先週の木曜日が最後だったんだ。同僚が祝ってくれたよ。来られなくて残念だったな。ケーキも出たのに。おめでとう。定年までしっかりやったよ。丁寧にな。この話はやめよう。出発する前に話しておきたいことはないのか？そんなか。いいんだぞ、好きなだけ泊まっていっても。でもお前はすぐにでも探検に戻りたいかと思ってな。予定は？ちゃんとした本物の旅行を計画してる。ああ。つつましくな。母さんには何年も前から約束してきた。もう限界だろ。今じゃ毎日のように割引だの、観光ツアーのリンクを送ってくるんだ。けど、外に出るのはいいことだよ。何か必要なもんは？世話する側とされる側が逆なんだかな。そうだろう？いつか仕送りを全額返すと言いたいんだが。いやー、ありがたいんだ。母さんともども感謝してる。本当に。長所。引退生活はいいぞ。教室が懐かしくなる日もたまにあるけどな。直接母さんに言わないでほしいんだけど、母さんがエンハンスに行ったんだ。毎日どんどん若返ってるなって言い続けてる。悪いことじゃない。そうか。まだまだ毒性を消去。そういうこともできるんだね。仕送りをなくすこともできるということか。へえ。今夜何か見たいものはあるかい？それはいつかは見たいが、もっと軽くて陽気なのがいい。フラメンコはどう？フラメンコよ。例えばサルサでもいいわ。マズランドミートか。運動すると体にいいの。なんだよ。何よ。あの小さなアシカは買えるだろう。それにその食べ物を買ってくるわ。面白い。あなたの子たちにしようか。もうごっちゃごちゃ。ごちゃごちゃに喋んなよ。さよなら。ごちゃごちゃに喋りやがって。ラメンコはどうしたの？あの映画ラメン。アホすぎねえか。これ誰のだよ。誰もいねえぞ。いいとこ住んでんね。不探索のモチベーションは尽きないけど、家に帰ってきた時の気分は何よりも最高よ。これはまさに歴史だな。見てみろ。ああ、そのご両親なら構わないかと思ったの。でも長居してもらわない方がいいかも。なんで入れてんねお前。ここが一番ね。ここに住む期間は。お前には当分会えないと思ってたのにまた会えたな。なんで来たんだお前ら。バレットが帰ってきてくれるように願ってる。いつも問題ばかり起こしてるからきっと大丈夫だろうってみんななんとなく思ってるけど、やっぱりね。コンステレーションだなんて夢みたい。まるでおとぎ話よ。話せてよかった。悪いな。本当よ。ロッジはナットならあっという間だったから見たかったんだ。ここは思った通りのところね。私若い頃コンステレーションに入ることを夢見てたのよ。知ってた？知らねえよ。
コンステレーションに会いたかったんすか。動画があるのよ。私が12歳だった頃のハロウィンで、コンステレーションの衣装を着たやつが。ああ、恥ずかしい。でも宇宙に胸をときめかせてた。知らないことがたくさんあるってことにね。今でも同じ思いを抱いてるのかもね。なら、それは私の血ね。でもパパに喋らせてあげないと爆発しちゃう。工学部の学部長とポーカーをしているとき、額に入ったリボルバーが目に入ったんだ。お前がコンステレーションに入ったことを話して、その後二人でこの銃を磨いてレストアしたんだ。仕上がりは完璧だ。いやほら、一緒に射撃場で試したからな。まったくパパは小学生みたいだったわよ。なんだ。とにかくサー・マルコム・リビングストンのサイドアームを進呈しよう。改良もそのままになっている。彼はコンステレーションの長だった人物だろう。50年前か。ほら、お前のだ。あ、銃もらえた。本当にやめた方がええ、高かったんだろう。次に撃つときを思い出そう。マルコム・リビングストン卿、誰だ。詳しくは知らないが、裕福な起業家だったみたいだ。人生の終盤で宇宙に惹かれていった。そしてコンステレーションの後援者になり、死ぬ前には議長も務めた。彼はどうやら個性的だったようだ。嫌いじゃない。大切にするぜ。ご信用にするといい。必要がなければちょうどいい場所を見つけて飾れ。さて、そろそろ戻れ。ただノエルさんに見学してもいいと言われたんだ。ノエルさん、ノエルさん、次はクッキーを差し入れてもいいかな。実はミスター、クッキーですって。どんなやつ。俺の手作りは絶品なんだ。そうね、ええ、うん、きっと大丈夫です。みんなアーティファクトに夢中だけど、できるだけ客観的でいないと。副作用の可能性にも注意しておかないとね。何もらったって。これ強いんだよな。これか。あ、ガバやん。ガバメント、あれ拡張マガジンか、これ。強いな、これ。え、強いよ、これ。マジサンキューな。これはすげえ。15がついてる。出かける準備はできたか。まあできてはいるが。よし、お前の船で集合しよう。詳しい話は集まってからだ。アキラに着いたら俺たちだけで行動する。その前に済ませたい用事があるなら構わないぜ。コラと俺はただの乗客だと思ってくれ。サム、こんな星によ。あなたが前回こ。えべべべべべべ。ここにいた時より状況は悪化してるみたい。どう見てもアルゴスは事業から手を引いてるわ。ああ、戻ったんだね。リン。リン。ちょっとやめて。バットみたいなのは一人で十分。
似たようなのが訪ねてくるなんて勘弁して。あんたたちのいない間にまた海賊がやってきたんだ。今回は前ほど運が良くなかった。カルバート、トロイ、それに新人も何人かやられてしまった。最初の攻撃は避難すべきだった。なぜ同じ場所を二度攻撃した？何を狙っている？海賊の考えなんかわからない。復讐？スクラップ集め？それともよっぽど運が悪くて別の一団に二度襲われたのかもしれない。なるほど、すまないで。当たり前でしょ、ここにいなかったんだから。とにかく私はバレットと一緒にコンテナの後ろに足止めされてた。弾丸とレーザーが飛び交い、あののんきな顔からも笑顔が消えてた。終わりを覚悟したみたいに。戦いに出る覚悟を決めてたら、あのバカが肩に手を置いた。ここにいろ、リン、私に任せろって。それは、その話は聞かずに逃げたくなってきた。まずい気はする。意外とそうでもないの。バレットはああ見えてやるときはやるのよ。そうなんだ。次に気づいたときは海賊が二人死んでた。そしてあいつは三人目にヘッドロックをかけてた。ヘッドロック。そいつに銃を突きつけてこんな風に言ったんだ。とっととしないとニュートンの第三法則をこの男の側頭葉で試してやるぞって。その時だった。奴らはヘラーを連れてきた。ヘラーってなんだ。そこまでは順調だったんだな。私には何も聞こえなかったけど、人生で一番長い10秒の後にバレットは手を挙げて二人とも海賊の船に乗せられたってわけ。それが二人を見た最後。エロか、あいつか、男の人ね。でも何もせずに立ち尽くしていたろ。私最高のボスだ。アルゴスが撤収の準備をしていたら連絡を受けた。なぜ攻撃のことを言わんかった？そのメッセージは危険すぎる。信用できない。わかるでしょう。作戦の開始と完了をクライアントに知らせないといけない。あとはやっておく。なるほど。グラブジャンプでどこに行ったか見当もつかない。見失う前に船に通信を送ろうとしたけど、海賊に通信施設を壊されてた。探すつもりなら止めはしないけど、見つけたとしても生きてる可能性は。今回は多くの犠牲が出てしまった。もうこの辺で終わりにしたい。通信センター。ここはあそこに入るやつだ。ガチャン。ヘラーのカッターか。何よこれ。ああ、めちゃくちゃだ。でやんなくったっていいよ。パワーセル。やるっきゃねえか。
外とあっさり開いたわね。意外とな。やばかったぜ。タグ。ポストが立っとるやん。忘れてどれだ。でれれれん、これか。むず。しただけじゃ。他にパワーセルありまへんか。あ、ダメだ。ハートだ。あったあった。パワーセルゲッツ。あるある。しっかりしてますね。で、まあいいでしょう。それで、あのコンピューターを復旧できたの？なあ。え？見せて。面白いわね。生きてるって分かってももう二度と会いたくない。でもヘラーは分かった。通信に組み込まれてた1データを送信する。ヘラーはどうでもいい。彼らを見つけて。いいね。一緒に行かないのか。え、本当に？私には向いてない。あんたやバレットみたいな人たちの仕事はね。でも転職について考えるにはいい時期かもね。こんなことがあった後だし。あんたのところで拠点の監督に空きがあるなら考えてもいい。ありがとう。アルゴスが私を迎えに来るまでまだしばらくかかる。用があったら来て。それから
この先あんたに何か困ったことがあった場合だけど、私も転職を考えてるんだ。もうそろそろアルゴスを離れる頃かもしれない。アルゴスを離れちまおう。リンさん仲間にできるんだ。忙しそうだね。有能な旅の仲間が必要だったら相談に乗るよ。アルゴスとの契約も切れるし、気分転換がしたかったの。できているのか。この騒ぎの後でってこと？もちろん、ただの仕事だし、感傷的になることなんてないよ。いいよ、仕事は何だって構わない。必要とされるところに行くだけ。出たじゃあ、私は仕事に戻る。また後でね。OK。お願いした政権は探索してくれと。報告書を待ってるのよ。いやー、行くつもりだったんだが、 SOS を受信しまってな。そしたら盛大な追いかけっこになって。探索はしたの？だからそのするつもりだったんだ。でも大騒動になった。大使が巻き込まれるくらいのな。別の人に頼んだ方がいいかしら。その方がいいな。なんで？くそ遠い。OK。出るぜ。お、なんだ。うわ、どう、さみし。やだよ。あー、ここ重てえ。重力が地球より重てえ。遠くない？バレット、バレットいるか。どこにいる？エラーか。おっと、あんたか。海賊がとどめを刺しに戻ったのかと思ったよ。俺にも月が回ってきたかな。あいにく幻だ、ヘラ。最後に私のことを考えてくれてありがとう。動くな。いや、いい。大丈夫だよ。ただ、鎮痛剤や吐き気止めの薬が体中を巡ってるから、
あんまり動かないようにしてただけだ。意固地にならないで、無意味に苦しむ必要なんてないんだから。まったく、あの海賊の船に乗せられた時は肝が冷えたね。バレットと来たら、すまんな兄弟、俺が逃がしてやるから信じろって。それでは墜落した船の説明がつかん。あれには作戦があったんだな。いや、作戦なんて呼べるような代物じゃないね。だろうね。信じろとは信じるべきではない時に使うスリープだ。落とすな。ああ、今から話すよ。あいつは喧嘩してるふりをしろって言ったんだ。どっちかが殺される前に止めなきゃいけないって、海賊に思い込ませろってな。あいつが、このガキは殺人鬼だ、こんなに白く輝く歯からどうやって身を守れってんだ、顔を食いちぎられるって叫んだのを覚えてる。まさか通用すると思わなかったけど、奴らはやってきた。それで突然連中二人とのレスリングが始まった。バレットが相手の銃に手を伸ばして、撃ってはいけない人を撃ってしまったと。そして撃ってはいけないものを撃ってしまった。同じじゃねえか。ご名答、パイロットをフライトコンソールごと真後ろから吹き飛ばした。高層ビルから落ちる岩みたいに軌道から真っ逆さまだ。俺は気を失って、気づいたらあいつがいたんだ。いつもの仕事をしたって顔で微笑んでた。お楽しみを逃したな、ヘラ。せっかく助けようと一仕事してやったのに気を失っちまうなんて。それからあいつは指を銃に見立てて。彼は本当に無事済んだのか。いや、無傷じゃないだろう。何度かあばらを押さえてたよ。それに片足をかばってたみたいだ。そうか。ではバレットはここにいない。彼を捜そう。ああ、それから先に話しとくべきだったな。俺が鎮痛剤をたらふく飲んでることは言ったっけ。で、船が現れてめちゃくちゃ興奮したんだ。でも紅の艦隊の船だって気づいて興奮が一気に冷めたよ。そしたらバレットが、大丈夫だ、任せておけって。俺の興奮はすっかり冷めたね。あいつは奴らに何かつぶやいてそのままどっかに行っちまった。遠回しで海賊がバレットを捕まえたと言っているんだな。ああ、慌てるべきなのはあんただと思うぜ。俺は意識朦朧としてここで横になってるんだぞ。どうにも動きようがない。グラブジャンプする前に船からの信号を拾った。多分バレットだろう。あんまり聞こえなかったけどな。あ、場所が悪くて、ほらなあ、俺もついてくべきだよな。他に誰も来そうにないし。アルゴスに戻った方がいいか。おそらくアルゴスはこの件を全部揉み消すだろう。それにあんたの下で働いた方が安全そうだってほぼ確信してる。そう願うよ。まずは自立しろ。ただしばらくは重機の操作を頼まないでくれよ。ちょっと待ってくれ。最悪の状態は、ああ大丈夫大丈夫だ。気の利いたセリフを返せるくらいには。出発の時は知らせてくれ。大丈夫かお前。時間がある時にちょっと話したいことがあるの。なんだ。まだあんたの船に俺が乗れるスペースはあるかな。ここを離れたいんだ。行こう。はあ、ほっとしたよ。一瞬置いてかれるんじゃないかと思った。それで今日の予定は？
わかった。また今度、ボス。同行させてくれてありがとう。ペクテラに戻る。ここは何かないのかな。おお。必要ならどこだろうと手伝いに行くぞ。空きのパッケージか。中入れないのか。んで、話す時間を取ってくれてありがとう。あなたがベクテラで見つけたアーティファクトについて聞きたかったの。あれを岩から取り出して、そして初めて手にした時、どんな感覚がした？いいえ、そういうことじゃないの。私もビジョンや光や音楽については知ってるわ。つまり、どんな気持ちだった？あなたは何を考えた？どんな気持ち？なぜカウンセリングが始まってる？アーティファクトの秘密を解き明かすには実験によって得られるデータだけでは不十分よ。より深く掘り下げる必要がある。アーティファクトを持った時どんな感覚になったかだけでも教えてくれたら助かるわ。力を感じた。心と体がずれてるやん。銀河の先まで一気に引っ張られたような感覚だったな。それはものすごく怖かったでしょうね。ビャーンって感じ。アーティファクトに関しては科学がいかに役に立たないか思い知らされるわね。なぜロッジでその話をしなかった？正直に言うと、あなたがどう反応するかわからなかったから。反応でだ。とても個人的な経験だと考えて語りたがらない人もいるでしょうし。ああ、なるほどね。ちょっとこの経験を買いかぶりすぎじゃねえのか。誘惑。できればどんな個人的な経験も分かち合いで。ナンパすんな。個人的だとは思わなかった。科学的に見て魅力的な経験だった。どちらにしても結果は同じよ。アーティファクトは全く異質なものよ。そのうちの一つがあなたに手を伸ばし、そして語りかけた。本当に不思議ね。答えはあるはずだが、どこかに。私に語りかけたとはどういう意味だ？あなたとバレットは二人とも音楽が聞こえたと言ったわ。その事実から判断して、あのアーティファクトは接触を試みたんだ。あれは音楽っつうかな。音楽に言葉や文章は含まれてないとはいえ、何かを訴えようとしたと考えるのが妥当だと思うの。未知との遭遇ってやつ？答えはあるはずだが、どこに。そうかしら。どこかに。もう何年もあのアーティファクトに関するデータを集めてるけど、どこかってどこ。まだわからないことだらけなの。とてもストレスがたまりそうな話だ。コンストレーションでこのプロジェクトに専念してきたか。そんなことないわ。コンステレーションは多忙だから全てのリソースを割くことはできないけど、アーティファクトは優先プロジェクトに分類してあるわ。なるほどな。であまり集まってないの。なんとか集められたデータといえば、目撃証言や曖昧な金属テスト結果、それから口頭無形な理論くらいよ。同僚の指示が十分じゃないのかもしれない。約束のこだわりだな。驚くようなことじゃないでしょ。普遍的な謎がもう長らく未解決のままになってるのよ。独特的。私は最初からこの謎を解き明かすことを夢見てた。
夢はいいから明治のことを考えよう。謎解き。解き明かすべき謎があるとはまだ思えん。では一緒に解き明かそう。やっぱりあなたに任せて正解だったわ。時間を作ってくれて助かったわ。それに先入観を持たずに話を聞いてくれてありがとう。あとあなたと一緒に旅ができて嬉しいわ。我ながら久しぶりにいい決断を下したと思う。やべ、凍傷になった。ズハハハ。ちょっと待て、渡したいものがある。なんだ。全システム順調よ、船長。船長、またお会いできましたね。あなたが戻るか不明でした。私に何か用？配置を変えてもらえるのか。やろ。この任務はニューホームステッドを思い出すな。退屈だ。驚くなよボス、すごいものを見つけた。コバルトか。あんな狭いところにぎゅうぎゅうにいるな。誰だここのヘルメットを落っことしたやつ。忘れられてるのかと思ってたぞ。乗せてくれてありがとうよ。アキラに着いたらもっとじっくり話そう。達者でな、バングさん。無事に戻ってきてよかったよ。船長、船でお手伝いいたしましょうか。いやー、いいぜ。これか。バレット、おい、攻撃を生き延びたことのどこが手間なんだ。単に反撃しただけだろ。おいパイロット、腕をもう少し左に向けてくれないか。コンソールが見えない。動くな。奴め、ここの座標を知ろうとしてるぞ。おそらく軌道上にいる間はこの影も送信している。ああ、見たらわかると思っていたがな。わかった、わかった。銃を下ろしてくれ。落ち着くんだ、な。私の網膜はコンソールから離れ、窓の外に広がる素敵な宇宙空間へ向けられている。縛り上げろ。基地に戻ってからじっくり楽しんでやる。出るぞ。こういう荒れ果てた星に来るのは何度目か。もう数えきれないほどよ。なんか人工物あるな。低温環境だか。まろ海賊のはアジトや。だー、無駄に取り乱しちゃったわ。
何バレたい。そこにおるか。だあ。だだだだだだだ。よし。あなた。かっち。え？王者の圧。そば。確実なものなど何もない。実際そこに行けば物理法則など単なる一説に過ぎなくなってしまうんだ。また俺をからかってんだろう。どんな妙なの。今回は大げさに言うなよ。うん、考えよう。ユニコーンだ。冗談ではない。おい、魔法の角でも生えた神話の馬か。たくそいつにはアーサー王でも乗ってたか。どちらかというと、なんとなく馬の形をした極限環境生物だったが、論点は変わらない。宇宙ではオープンマインドでいるべきだ。ひどい傷を負って宇宙の果てまで行けば、脳が消化みたいに弾け飛ぶぞ。どうも。驚いたな。本当に私を見つけた。バレットにこういうことが起きたのは初めてだと言いたいけど、残念ながら違うの。おや、いつものコンステレーションのパーティーか。飲み物を持ってくればよかった。まあ理由はわからんけど、その海賊とは友達なのか。マツラと私には共通点が多くてね。どっちも脱出の名人だ。俺も防衛システムに何度か捕まった。ほら言っただろう、相対性というやつだ。私たちは所詮追ってから逃げようとあがく宇宙生物に過ぎない。じゃあ帰るぞ。まあ実はここも居心地が良かったがね。マツラもよくもてなしてくれた。人の最後を不愉快にしても意味ないからな。ほらだから君が好きなんだ。まさに真のルネサンス人だな。一緒に過ごせて楽しかったよ、バルト。だが見返りもなしに行かせるわけにはいかねえ。コンステレーションはこの男と引き換えに身代金を払う意思があるか。身代か。あんたは海賊だろ。死に方は一つしかない。
バレットはどれだけ問題を抱える気だ。払おう。払いてえけど、そんな金あったかな。これだけの件を何の見返りもなしに終わらせろって？バレットと仲がいいみたいだな。家が暴れて思ってやりてこいぞ。すでに多くの確かにこいつは普通の人質よりも愉快だった。そんなの誰も望んでない。望んでないか。まだ話し合いの余地はあるぞ。悪いが無理だ。もういい。バレットの身代金は何としても払ってもらうぞ。払ってもらうぞ。この問題に備えて保険に入ってる。いいよ。それで解決だ。じゃあな、バレット、一緒に過ごせて楽しかったぜ。私も同感だ。幸運を祈るよ、その海賊行為の。何？ヨーグルト入ってる。あんたと話すことはない。そうか。ボスはマツラだ。あの酒一体何が入ってやがったんだ。まだ頭がズキズキする。もちこいつは自由の身だ。戻ってくるのはやめといた方がいい。お前と話すことはない。そうか。ではロッジに戻るか。ずっと笑っていたのか。おい、バレットの脱出劇危機一髪を甘く見てもらっては困る。ナイフを抜かれた時にはちょっとした魅力がものを言うんだ。マツラか。正直海賊としては実に親切な男さ。何年も前、彼の師匠と一悶着あってね。その時と同じ驚くほど温かいもてなしを感じたよ。本当か？君が入るかどうかは賭けだった。時には賭けもうまくいくってことか。なんだい？また後で。ああ。取引は終わった。もう出てけよ。ボスはマツラだよ。ボスはマツラだよ。上がっとるわよ。お金なんかないんすか？お金なんか、こう、キャフィアです。キャフィアってなんだ。あ、身代金分月。もういいでしょ？早くそのガラクタを売り払って。売り払って。何かあった？運んでほしいものが。重量がオーバーでーす。いらない。まあね、これはどうなんだ。はい、はい、なんだこれ。
またね。じゃあな。今日はいいわね。待たせてすまなかったな。ベクテラで少し手を貸してもらったんだ。バレット、心配してたのよ。まあ一部はな。言ってくれるじゃないか。一部はな。だが君が私の帰還を待ち焦がれて札束の山へ密かに涙をこぼしていたことは知っている。実際ウォルターは君への不満をいつもより口にしていたな。彼が心配すると決まってそうなる。やめてくれカトリ。待て、あれは最初のアーティファクトが図書室の棚で埃をかぶっていたことを思えばすごい光景だな。君も少し感じるだろう。二つ目を見つけてからというもの、原始を見るんだ。アーティファクトの近くにいると落ち着く。ところで私はまだ万全じゃない。それに君を巻き込んで悪く思っている。ついていこうか。宇宙の奇妙さに慣れる手伝いをしよう。うん、一緒に行くんなら、フロンティアを動かすのはどっちだ？どっちでも構わない。船というものに愛着はあまりないからな。5回も6回も船が爆発して遭難すれば、ロマンスも色あせるというものだ。やだよ、それ。それに、フロンティアはコンステレーションの船だ。君も今や仲間。だからもうあれは、君の船でもあるのだ。じゃあ行くか。素晴らしい。サラはこういう時のコンステレーションの運営に最適な人物だった。ブレず、無駄もなく、熱意があった。そうか。君は船長の仕事を本当にうまくこなしていると思うぞ。そうか。船長、もう随分と前からあなたの指示を待っていました。新しい疑問に出会うのは大好きだけど、時には答えが欲しいわね。せやね。金稼ぎかな。あれ、お前か。サラは？君に渡すものがある。んじゅチームの一員になれて嬉しい。なあサム、コラがまた勝手に私のものを借りていくことがあったら教えてほしいと言っていたよな。またやったぞ。やれやれ、またやった。何を持って行ったんだ。生命体に似た特徴を持つ特殊な鉱石のサンプルさ。何年も箱にしまわれていたやつだ。大したものじゃない。はあ、コラに言っておくよ。本人も断りを入れないとダメなのは分かってるはずだ。コラ、あの子は賢いぞサム。本当に賢い子だ。きっと大変なことになる。そのことで頭がいっぱいなんだ。リンさん寝とる。ああ、これいるかなと思って。なあ、君が好きそうだと思って気に入ってくれるといいんだが。ありがとう。なんてことないさ。そばを通ったからせっかくだしと思ってね。とにかく君なら使い道があるかと思ってね。役に立ててよかったよ。次の惑星探検で何か見つけたら君のために取っておくよ。カルボナール。
メシアン。気をつく。ここに入港する船はひどいもんだ。インテリアの一部としてわざとヒートリーチに巣を作らせたんじゃないかっていう状態のも見たことあるぞ。よし、じゃあまあ今回はこんなところにしとくか。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。